Thank you.
ここについていた消音のバーとこの金属部品を取っていっているところです。後ろの配線部分も取っていきます。鍵盤ブッシングの交換をしています。これで完成です。このまま乾かしていってジグを外すとこんな感じになります。ファイリングという作業をしています。このように原溝やちょっと色が変わっている部分をヤスリを使って削っていきます。削るとこんな感じに綺麗になっていきます。鍵盤の高さを合わせるならしという作業をしています。まっすぐな木の棒を当てて高さが違うもののパンチングペーパーを変えていきます。こんな感じでいろんな厚みのものがあります。